さあね、清宮のあたりでしたが、ここは強い打球、ファースト変わって入った T 岡田のファインプレー。他チームとのね、駆け引きもありますんで、ああしかしここは見逃しの三振。翔が2者連続アウトを取っています。2アップ2ダウン。例えば競合しているそのチームが、はい、もう上位で野手をもう数人取ってしまえば、まあ、取らない確率が高くなるとか、ね、今日岩本さんの見立て外国人への期待でしたけれどもね、ヒットは生まれませんでした。浅間は、ショートライナー。結果、翔役が8回の裏、ファイターズをワンツースリー三者凡退に切っています。